ようこそニューカフェナへ。皆さんご存知、ロバート・デ・ニーロだ。というわけで、まあ似てるか似てないかさておき、ロバート・デ・ニーロだ。まあ今日もね、ニューカフェナの街角の新カード語りをやっていくんですけど、まあニューカフェナの街角ってのはね、そのまあアメリカンマフィア、違うか、大体あのイタリア系アメリカ人、アメリカでイタリア、もうどっちかわかんないけど、まあとりあえず、まあそのマフィア映画をテーマにしてるセットだから、なんかマフィア映画を見ておくとね、そう発売までまだ2、3週間ぐらいあると思うので、まあなんか見ておくとね、もしかしたらその映画のパロディみたいなカードが出てくるかもしれないので、まあね、時間があるのでよかったらね、何かチェックしてみてください。おすすめは、まあ無難なので言うと、まあゴッドファーザーとか、まあグッドフェローズとかですね。で、まあグッドフェローズはね、結構おもろいのよね。そう、この僕、ロバート・デ・ニーロと、まあ、ジョー・ペシが出てくるんだけど、そのジョー・ペシってね、お茶の間に、ホーム・アローンではやたら出てくるんだよ。そう、あれはもう誰でも見れるから。ただあのね、ジョー・ペシってあれかなり怖いキャラクターなのよね。そう、キャラクターってかまあ、役者は知らないけど、大体あの人はね、怖い役で出てくるから、だからあの、ホーム・アローンのジョー・ペシは、もうあれがね、一種のコメディなのよ。そう、あんな怖い人が、子供にやられるわけがないっていうのが、まあ面白いところだから、だからね、なんか他の作品とか見るとね、ホームアローンの見え方も変わってくると思うので、よかったら、まあ、グッドフェローズとかね、カジノとか見てみてください。というわけで、今日のカード紹介いってみよう。で、今回のカード紹介なんですけど、そう、我々ファミリーにとって最も大切なカード、このチャームが公開されたんでね、このチャームの話をしていこうと思います。まあ、チャームこと魔除けは、まあ、3つのモードから1個選べるっていうので、まあ、その使い勝手はいいんだけど、その代わり、まあ、1個1個の能力が弱めっていうので、まあ、その調整されたカードなんですが、まあ、今回登場するこの3色チャームっていうのはその3色色が指定されてるから、だからどのモードも普通の3マナ相当の効果があるっていうので、まあ、かなり強いんですよね。結構歴史もあって、で、まあ、登場するたんびになかなかね、活躍を見せたりとか、あと単純にその効果が強めだから、まあ、スタン落ちまでに活躍するんじゃないのって期待されてるのが多かったんだけど、今回のね、三色チャームはね、やっぱりそのさ、昨今カードパワーが上がってる中出てきたチャームだから、めちゃめちゃ期待されてたんだけど、まあ、そこまでアクセル全開ぶっ壊しに行くぜみたいなのじゃなかったんで、それが少し残念ポイントだったかな。まあでもね、全然強いんだけど、なんか絶妙な感じでしたね。ただね、最後に公開されたこの2個のチャームは、結構ね、あれなんかこれ行き過ぎなんじゃない？ライン超えてないみたいなのがあるんで、まあ、それをね、今から紹介していこうと思います。最後に公開された2個のチャームが、このジャンドカラーこと土剣組一家チャームと、で、もう1個のチャームが、バントカラーこと、アッセンヤ一家の魔除けですね。そう、アッセンヤ一家チャームでございます。俺これね、何を勘違いしたかさ、セジョーヤ一家とかいうなんかわけわかんない読み方して、で、それで前の動画でめちゃんこバッシング受けてて、で、動画でバッシング受けるだけならいいけど、実家に帰ってうちのおかんにまでもう漢字読めるようになりなさいって怒られたから、マジで死のうかと思ったよな。まあ、というわけでね、このバントカラーのね、アッセンヤ一家はね、ちょっとなんか読むと恥ずかしくなるから、なんか読みたくないんだけど、まあ、じゃあまずこれから読むか。このね、バントカラーの魔除け、アッセンヤ一家の魔除けは、モード1個を選ぶと。1個のモードがクリーチャー1体対象を取って、で、対戦相手のクリーチャーかプレインズウォーカー1個対象を取って、で、俺のクリーチャーにプラ1、プラ0修正与えた後に、まあ、一方格闘っていうので、まあ、クリーチャーがいないと使えないけど、まあ、プレインズウォーカーまで沈められる、まあ、格闘系除去と。で、次のモードがエンチャント1個対象を取って破壊するっていうので、3マナ払ったのにこれだけっていう、まあ、その上のモードも結構大概だけど、そう、これ2個のモードがさ、もうすでにちょっとなんか物足りないよね。で、エンチャントしかいけないじゃん。こんなんせめてエンチャント当てよくといけていいんじゃないのって思うけど、エンチャントか、エンチャントだけと。で、まあ、除去も格闘っていうので、で、しかもそのプラスの修正もさ、1-0じゃん。なんかこれに加えてそのハンコンとかあったらさ、お、やりますねって感じだったけど、たださ、修正与えて一方的に殴るだけっていうので、この2個がね、だいぶ残念だったんだけど、最後の1個がカード2枚引くっていうので、なんかこの瞬間、あれだよね、結構観客席、おーってなるよな。インスタントタイミングでね、3マナ2ドローはね、結構偉大だよね。そう、モダンでもさ、まあ、その色の配分全然違うけど、大魔同士の魔除けっていうさ、チャームが結構そのね、その3マナ目で2ドロー、しかもインスタントタイミングっていうのが、で、しかもま、これ単品でさ、モード選べるから、そう、腐った時のね、使い方としてね、めちゃめちゃ強いんだよね。だからその下が超強い代わりに上2個がもう果てしなく弱いと、もうほんとインベージョンブロックレベルの、弱さなんで、上2個はね、かなり微妙よね。まあ、ただ、その腐ってたらちゃんと2ドローに回せるっていうので、これどうなんだろうね。まあ、これがね、今のところ俺が見た中では一番強そうな感じするかな。ただ、このバントカラーでそのクリーチャーを使ったデッキにしないとさ、その上のモードがあんま意味ないわけじゃん。で、しかも真ん中のモードのディッチャーもエンチャントだけだから、やっぱりね、結構その懸念点っていうか、
なんかその、うん、腐らないようにできてる分なんか上2個がねどうなるんだろうなって気がするね。まあ、ただこれ俺の中で一番強いチャームだと思ってます。で次が今回最後のチャームで、まあ、ジャンドカラーのチャーム、土剣組一家チャームで、でモード3つから1個選べて、で上のモードが対戦相手1人対象を取って、でそのプレイヤーは、まあ、自分がコントロールしてるクリーチャーかプレインズウォーカーの最大マナコストのやつを避けらなきゃいけないっていうので、まあ、その布告系なんだけど、その避けるものをある程度その強制させられるから。ただねやっぱりねクリーチャーいっぱい並んでたらさ、一番強いやつを除けれるにしても3マナでね布告はね結構微妙よね。であとその最大値が並んだ時はさ、まあ、有効な方を残されちゃうから、そのある程度指定できて、でしかもその指定先がまあ最も効果的なのにはなるちゃなるんだけど、まあちょっと3マナ布告がねやっぱ歴史から見て単純に強くないよな。でしかもまあクリーチャーかプリンズウォーカーっていうので、その必ずクリーチャーいけるってわけじゃないから、そこもねこれどっちかっていうとデメリットだと思うんだよね、その2個から1個っていうのは。で次のモードがライブラリの上3枚を追放して、まあ、次の、終了ステップまで使えるっていうので、まあ、赤がよくやるその疑似ドローなんだけど、3枚っていうね大盤振る舞いですね。で次の終了ステップ、あーなるほどね、次の終了ステップか、次のあなたの終了ステップって書き方は1回次なんだよな。あれ待って、これさどうだ、ちょっと待って、あの舞台照らしを見直してくるわ。うん、これあれだな、まあ普通に考えてあれだね、そのターン中に3枚使えっていう効果だから、だからまあメインで打ったらもうそのターン中に3枚使わなきゃいけないし、でも相手のターンのエンド時に打ったら、まあそのマナが起きるからある程度3枚使いやすいけど、3枚だろ、で結構急がされんだよな、なんかもう使わなきゃってなって、なんか溜まったポイントカードみたいになってるから、まあその3枚ってアドバンテージはすごい魅力的だけど、もうすごい本末転倒だよね。なんかポイントあるから何か買わなきゃで、時々 Amazon 見てる状態と同じだから、あんま強くないんじゃない？やっぱ3マナ重いよ。3枚追放で使えるは強いけど、コストが重いからね、微妙だと俺は思ってるよ。で、次のモード、最後のモードがプレイヤー1人対象取って、で、墓地全追放っていうので、もうかなりやっつけたな。もう最後は墓地追放でいっか、みたいな感じそうだから。まあ墓地追放はね、やっぱその墓地をすごい使うコンボデッキとかだった時に、まあクリティカルに刺さるから、まあモードとして持ってるのはね、かなり強いね。サクリがやっぱりその3マナがちょっと重いのと、でもアドバンテージがやっぱりそのね使いづらいよね、その単純に使えだから。で土地2枚とかめくれたらもう完全に1枚は腐ってるから。でそのさ、その舞台照らし使うデッキみたいに、その1マナ2マナのカードがさガンガン入ってるデッキじゃないじゃん。てかまずこのカード自体が重いから、だからそのよほど軽いさジャンドアグロみたいに組まないと3枚追放はさそんなに役立たなそうな気がするんだよね。まあ、ただ布告がその最大サイズを生贄だから、まあ、軽いアグロを組んだ時とかにまあ蓋されにくい状況にはなるから、まあ噛み合っているのかな。なんかそのとにかく速い小粒のジャンドデッキみたいなのに採用されそうな土剣組一家魔除けでした。まあそんな感じでまあ5種類の魔除けが揃いましたと。まあ今のところ番頭なんだっけ、これ正常じゃなくてアッセンヤか、アッセンヤ一家魔除けが一番強いかな。まあエスパーマヤケもねかなり強いんだけど、まあ、この2個どっちかが覇権を取ったらいいなと思っております。でそれに加えてなんかもう1個ニュースがやってきてて、なんか今回このニューカペナのなんか各そのファミリーの宝物みたいなのがもらえるみたいなキャンペーンがあるっぽくて、でこれがねどうやったらもらえるかね今のところちょっとよく分かってないので、まあ、テロップかなんかに載っけておきます。まあ、ただ6枚あってねめちゃめちゃ綺麗だね。もうそのまさに宝物だよね。そのあのカードの名称としての宝物を超えてしまってるよね。もう俺はこれは俺の宝物だって言ってなんか何らあの違和感ないから、もうこれを手にしたらねもう全然あの宝物であり宝物であるっていう風に使えるから、これは欲しいね。かなりかっちょいと思った。でまあそんな感じで、まあ、そのニューカペナの街角の新カード語りはもうこれにて終わりなんだけど、まあ、せっかくだからね、まあ、こんだけそのね魔除け歴史があるわけじゃない、その三色魔除けの歴史があるわけだから、ちょっと過去のね魔除けを見ながらあのどんな感じでその進化していったかっていうのをね見ていこうじゃありませんか。まあ、というわけで今日はね最後にこの三色チャームの歴史を振り返りつつ終わりたいと思います。でまずねこの三色チャームの一番最初に出たのが、まあ、プレーンシフトからで、でこのプレーンシフトはその前のインベージョンに3色の伝説ドラゴンが、まあ、5体いて、デアリガズとリースと、ドロマーと、クローシスと、まあ、なんかいたんだけど、まあ、そういう感じで、まあ、5体いて、で、まあ、そいつらの、まあ、魔除けっていうので、まあ、5枚出たんですよね。でこれはねやっぱりその20年以上前だよな、20年以上前のカードだから、まあ、それはまあ弱いわけなんだけど、
まあそれでもね当時はね結構使われたんじゃないかなというので、まず1枚ずつ紹介していきたいと思います。まず最初このリースチャームが、まあ、ナヤカラー3色でノンベーシックランド破壊っていう、まあ、これ結構開幕いいね。その土地破壊とで11の苗木トークン3体生成とめちゃめちゃ強いなこれ。え11、3匹出てくるのインスタントタイミングでやば。で最後のモードが、ダメージ全軽減と、もう最後めっちゃやっつけだな。で次の魔除けが、まあ、デアリガズチャーム、まあ、ジャンドチャームの、まあ、一番最初のやつで、リターンターゲットクリーチャーカード墓地からクリーチャー1枚回収するのと、3点ダメージを、まあ、好きなところに与えられるっていうのと、プラ3プラ3修正とマジで全部1マナの、技だな。クリーチャー回収も大体1マナだし、で3点は稲妻じゃん。で最後プラ3プラ3巨大化だから、まあ、ただ3点が使い勝手いいのかな。まあやっぱ昔のチャームだよね。まあ、ただやっぱね3点はすごい強いと思う。デアリガズチャームでした。で次のチャームで次のチャームが、クローシスチャームか。クローシスチャーム、一番最初のこのグリクシスカラーのチャームでリターンターゲットパーマネント、何でもパーマネントバウンスできると。でこれ土地もいけるから結構その土地事故ってやつにこれ打ってもうテンポバグらして勝つっていうこともできるよね。で次のモードがデストロイターゲットノンブラッククリーチャー、いいね。テラーが打てると、うん、でテラーじゃないか破滅の刃か、うん、で最後のモードがデストロイターゲットアーティファクト、あアーティファクト破壊か、破滅の刃か、ブーメランと、うん、まあ、パーマネント何でもバウンスできるはいいね。このカラーって本当にエンチャントアーティファクトに触れられないから、まあアーティファクトは触れられるけどエンチャントに絶対触れられないから、まあバウンスして打ち消してっていうので、その致命的な対策カードをね、まあ、一応対処できるそのなんか流れを作れるから、まあメインボードから入れながらもうやばいエンチャントにはもう出てもなんとか後で対処しようっていう、そういう行為になるので、うん、まあなんか結構いいね。このカラーのその不器用さをちゃんと補う感じになってるから、クローシスチャームいいと思った。で次ドローマーチャーム、これね一番強かったね、うん、だから今見てもかなり強いと思うわ。当時そんなさ環境とかさよそのことは知らないけど、まあ、うちのお店だとねめちゃめちゃ使われてた魔除けで、まあ、エスパーカラーでもうこの開業も綺麗だよね。ちゃんとね産業になってるからもうこれだけでもね褒めたいわ。5点回復か、クリーチャー呪文、違う呪文何でも打ち消しかマイナーにマイナーにか、強えなこれ。呪文何でも打ち消しカウンタースペルが内蔵されてんのよ。こんなんさもうリーサルウェポンじゃん。これを持ちながらもう本当に腐ったら、まあ、クリーチャー除去かゲインに回せるから、これはコントロールが欲しいものをね備えまくってるね。でしかもこの当時さただでさえ、まあ、吸収と虫まみっていうさすごい強いカウンターがあったから、これはねやっぱり今見ても震え上がるよね。で最後のチャームがこれ誰だっけこいつ、トリーバか、ごめんトリーバさん忘れてました。トリーバさんは、バントカラーで、まあ、3つ選べて、でデストロイターゲットエンチャント、ああこれ変わってないね。エンチャントしか割れないのと、リムーブターゲット、あ、なるほどね。エグザイルね。今でいうところのその追放ね。アタッククリーチャー限定で、まあ、追放除去できると。で、最後のモードが、ドローアカード、全ディスカードアカード。マジかよ待って、衝撃の、ルーティング、おい、もう引かしてくれよ。え、マジで、そっから考えたらさ、まあ、圧戦組一家、もう、大進化じゃない。これなんで3万払ってルーティングしてんじゃんやば、え、最後のモード本当に衝撃だわ。これな、書かない方が強いまであるよもうすごいカードだったトリーバチャーム。というわけで、まあ、インベージョンブロックの、まあ、プレインシフトは、まあ、こんな感じと。でまあでもねやっぱりその、まあ、当時のカードパワーで言ったらなかなか強いんじゃないかな。その3モードから1個選べるっていうだけでもね、そのデッキの動き方だいぶ拡張度上がるから、まあ、こういうカードがあり、でそっから約10年ぐらい経って、まあ、あらあらでまたそのチャームが復活したと。でこれも同じく有効色なんだけど、やっぱりねカードパワーが、しかもねあらあら自体が結構インフレしてる環境だったから、まあだいぶ強くなってるね。まず最初がこのジャンドの魔除け、まあ、このジャンドカラーって呼ばれる、まあ、きっかけになった、まあ、そのジャンドっていう名前を携えたチャームで、でまず一つのモードがプレイヤー1人対象として、でそのプレイヤーの墓地を全追放と、これ一番最初に書くんだな。で次のモードが、各クリーチャー全体2点ダメージと、ただこれインスタントだから強いね。その速攻クリーチャーとかも引きつけるだけ引きつけてから、まあ、全体除去で流せるからインスタント2点火力はね相当強い。で最後のモードがクリーチャー1匹の上にプライチカウンター2個置きっていうので、おお、なんか最後、まあでもプライチカウンター2個置きもね、その終盤とかにさ
あのお互いそのリソース失った状態とかでクリーチャー強化するとその除去りなくても除去れないから結構その高級的なサイズアップはね強いので、うん、なかなかいいんじゃないかな。まあ基本的にはこれ全除去で打つのかな。まあジャンドの魔除けでございました。まあジャンドの魔除けでもそんなこの環境の中では強い方じゃないかもしれない。で次がナヤの魔除けで、ナヤの魔除けはクリーチャー1体に3点ダメージ与えると、まあ普通に稲妻だけど本体にはいかないと。で次のモードがいずれかの墓地にあるカード1枚対象としてオーナーの手札に戻すと。ああなるほどね。まあ普通に使うとまあ自分の墓地からカード何でも回収リグロスなんだけど、まあそのいらんお世話かもしれないけど対戦相手のカードをまあ戻してあげるっていうので、うん、なんだろうな、そのまあリアにしようとしてるカードとかだったら結構まあ墓地対策になってるよね。でそれ以外にもまあ統率者戦とか多人数戦だったらもう何としてもあれ打ってくれみたいなカードが他のプレイヤーの墓地にあったらまあそれ戻してあげるっていうので、これ結構多人数戦で面白い動きするやん。そう、何としても全除去打ってほしい時とかはその他人の墓地からさ、その他人任せで打たせることもできるし、であのめちゃめちゃ重いやつを戻させてもうそれであの店舗を使わせることもできるから、あれ納屋の魔除けはなかなか逃走者で面白そうだぞ。で最後のモードがプレイヤー1人対象としてそのプレイヤーがコントロールする全てのクリーチャーをタップすると。え、白待ってこれ何の色の効果な。クリーチャー全タップ、まあ白か、別に次のターン起きないとかじゃないもんね。ああまあとりあえずまあ全軍タップで、まあ、その総攻撃でまあとどめを刺すみたいなことができたりとか、あとまあ無限トークン出た時にまあ一旦だけ猶予をもらったりみたいな、そういうことができるチャームでございます。なんか弱くなってね、なんならごめん、俺あらあらのねあの魔除け強いと思ってた。まあでもエスパーチャームこれ強いね。でもこれもドローマーのチャームが強かったからなんとも言えないけど、まあ1個のモードがエンチャント1個対象としてまあ破壊すると。で次のモードがカード2枚引くってのでこれが強いね。インスタのタイミング2ドローめちゃめちゃ強い。で最後がまあプレイヤー1人対象取って、まあ、あのカード2枚捨てろでインスタントタイミングディスカードで、でこれもね結構あの強いんだよな。インスタントタイミングディスカードはまあでも本当にあのなんかタイミング限られるけどすごい変なコンボを中断させたりできるから、まあそのスタン環境で使ってたのは全く知らないけど、そのある程度限られたフォーマットで使う分にはこのディスカードもなかなか起点聞かせることで強い動きできるかもしれない。マイスパーチャームでした。で次がグリクシスチャームで、めちゃめちゃ見た目気持ち悪いな。でこれがねパーマネント1個バウンスってのでちゃんと引き継いでんだよね、そのクローシスチャームから。で次のモードがクリーチャー1体対象取って、まあ、マイナ4マイナ4と、まあ、結構除去になるな。で最後のモードが俺がコントロールするクリーチャー全体プラ2プラ0っていうのでなんか上の2モードはコントロール向きなのにその最後のモードだけなんかその赤のラッパの一吹きっていうのでね、なんかやっつけを感じるよな。ある程度チャームはさ、まあ、これリミテッドやる上ではね、あのコントロール向きな行動とそのあのアグロ向きな行動が あるのは強いんだけど、まあ、構築戦ではさ、これ絶対使いづらいやんな。全体プラ2プラ0とか役に立つのかな。うん、というわけで、まあ、グリクシスチャームでございました。で、このあらあら最後のチャームが、まあ、バントの魔除けで、バントの魔除けはね、多分この一番知名度低い気すんな。全然1モードも思い出せないもん。3つから1個選ぶと、アーティファクト1個対象として破壊すると、クリーチャー1体対象としてオーナーのライブラリーの下に置くと、でインスタント呪文対象として打ち消すっていう効果で、でもなんか渋いね。結構あの単純にメインボードから入れといて、なんか個々にクリティカルに対策として機能するからなんか悪くないな。うん、まあでも受けの行動だけどな全部。まあアーティファクト破壊もクリーチャーまあライブラリーボトム、まあでもそれは攻めか、まあ、インスタント打ち消しもっていうので、うん、まあ番頭魔除けちょっと当時のことは何も知らないけど絶妙かな。あれ、あらあらの魔除けってこんなんだったの、なんかちょっとがっかりだな。やっぱりあれか、そのタルキールの魔除けが強すぎたのか。というわけで次がこっからさらに何年経ったんだ。タルキールって2014年ぐらいだから多分6年ぐらい経ったのかな、6、7年ぐらい経って、まあ、そのタルキールっていうね、まあ、あのヤフーニュースにもなった有効食フェッチが再録された、まあ、伝説のセットがあるんですけど、まあ、それに登場したね魔除けはね、やっぱ今んとここの3色チャーム史上最も強いかな。うん、そうだね、なんかこれをね一番見てきたから、だからねあらあらチャームとか弱く感じちゃうんだろうな。というわけで最後にこのタルキールチャームをね紹介して締めたいと思います。でこのタルキールチャーム、まずはね俺この時のねプレビューを覚えてるから、まあ、プレビューで出た順番に紹介していくか。
まず最初ね、アブザンの魔除けだった気がするな。アブザンチャームはこれ一番強いね、本当に強いね。パワー3以上のクリーチャー1体追放と、でまあカード2枚引いた後2点失うっていうので、まあそのインスタのタイミング2ドローできるけど、まあ2点ライフ失うっていうのがね結構きついけど、まあそれでもアドバンテージ得られるのはでかい。で最後のモードが、まあクリーチャー1匹の上か、違うか、1匹が2匹選んで、あのプライチカウンター2個を割り振れるっていう効果で、これね強いな。その包囲祭とかがね、そのトランプルあるからこれでとどめになったりするのよね。だからアブザン魔除けはね、いやほんと全モード結構いい比率で使ったな。まあ除去が一番当時使ったかな、まあ、当時の環境で言うと、まあ、除去一番使って、でまあ2番目にドロー使って、でまあそのプライチカウンターは全く使わないわけじゃないっていう感じので、これ本当にね強かった、本当に強い。今見てもめちゃめちゃ強いなと思う。で次に紹介されたチャームが確かねスルタイだったかな、スルタイチャームで、これもね、あのこれもかなりカードとしては強い。ただそのスルタイがアーキタイプとしてそのスタンダードとかでねほとんど生きてなかったから、だからあの使われなかったけど、もうカードの能力で言ったらアブザンに匹敵するぐらい強くないかな。まあ、単色のクリーチャー破壊っていう除去と、まあ、アーティファクトとかエンチャント破壊できるって、まあ、効かないぞしてて、で最後まあカード2枚引いて1枚捨てるっていうのでまああのアドバンテージとしてはちょっとそんなでかくはないけど、まあ、クリーチャー除去と効かが内蔵されてるのが強いよね。でまあ本当に腐ったらまあドローにも変えられるから、まあ、スルタイチャーも本当に強い。であとまあもう一個強いポイントで言うと、まあ、その当時レガシーとかで、まあ、その意志の力放送ビルのコストにも当てられたから、そこも結構評価ポイントだったね。で次に公開されたのは確かなんかマルドゥだった気するかな、まあ、マルドゥチャームで、でマルドゥチャームがこれね、かなりスタンで活躍したね。そのアブザンの次ぐらいに活躍したと思う。クリーチャー1匹に4点ダメージっていうので、まあ、そのクリーチャーにしか飛ばないけど、まあ、4点だから、まあ、結構なサイズ殺せる。ただしサイは死なない。で次のモードが、白の1日トークン2匹生成と、でターン終了時まで先制攻撃得るから、まあ、ブロックとかに回ったらねめちゃめちゃ強いね。その時々さ1日瞬速というか1日トークンがインスタントタイミング出てきて、まあ、そのタフ1を落とすみたいなシーンはちょいちょいね、そういろんなスタンダードとかそのリミテッドであるけど、これ先制持つからね一方差しに来るので、これだいぶえぐいよな。この環境のリミテッドでそのタフ1が殴りに行くときにさ、これで取られたらね相打ちじゃないからね、一方殺だからね、マジでたまったもんじゃないよね。で最後のモードが対戦相手1人対象を取って、でそのプレイヤーは自分の手札公開して、クリーチャーでも土地でもないカード1枚捨てると。あーなるほどね、その思考が声が3マナと、まあ、まあこれもなんかあったかな使い道。俺なんかこれあんま、あでも打たれたなこれも。やっぱりその本当に危険なカードとかは3マナ払ってでも捨てさせたいっていうのはあるから、まあ盤面ある程度、まあ、1、2マナで作ったりした後とかはね結構これも打たれた気すんな。なんかマルドゥチャームどれが一番打たれたっていう記憶があんまないな。なんかどれもいい感じで使われてた気がする。まあこれ強かったね。で次に公開されたのが確かねティムールの魔除けだった気がすると思うんだけど、これちなみにもう全然記憶定かじゃないから、なんか覚えてる人いたらコメントお願いします。でティムールチャームはね結構期待したんだよ当時。そのまあ我らが最強グルールカラーにあの最強の防御力を誇る青が足されたらもうそれは最強だろっていうので、これ一番期待してたんだよ。最も攻撃的なカラーに最も防御的なカラーがひっついたらもうそれ誰も勝てねえだろうと思ったけど、ねチャーム自体はねまあまあ良かったんだけど、そのなんか秋タイプに最初ならなかったかな。まあモード説明すると、まあクリーチャーにプライチ修正与えた後格闘するっていうので、まあ、これ一方ダメージじゃないから結構こっちもでかいクリーチャーを置いないと役に立たない状況と、で呪文1個対象取って3マナ払わないと打ち消しっていう、まあ、マナリークと、でこのマナリークはねかなり期待したね。当時やっぱりそのカウンター、しかも全呪文対応のカウンターと、まあ、格闘だけど除去持ってて、で最後にこのターンパワー3以下のクリーチャーではブロックされない、これはほとんど意味ないな、マジで最後のモードいらないな、うん。まあ、ただその格闘でクリーチャーと呪文を対応できるっていうので、もうそれすなわちあの最強であると思ってたから、いやこれはね公開された時一番興奮したんだよね、うん。だって全部いけるじゃん、呪文もいけて、その戦場のクリーチャーパーマネントもいけるわけじゃん、史上最強のビンディケートでしょと思ってたけど、まあ、全然そんなことはなかった、うん。だからティムルチャームは結構ね、まあ、あの潜在能力ありそうだったけど、まあ、周りがダメだったんかな、まあ、てか単純にやっぱ格闘ってダメなんかな、まあ、なんとも言えんけど、まあ、微妙だった、まあ、ただやっぱ書いてあることは強そう。
で最後が、まあ、ジェスカイチャーム でこれがね、まあ、当時めちゃめちゃ期待されてたね。これもこれはもうやっぱそのなんかねこの、まあ、当時トリコカラーって言われた3色はねファンがすごい多かったのよ。まあ、色も綺麗だし、あとなんかそのテクニカルに戦える、その白の強いクリーチャーと赤のその火力でうまいことクリーチャーいなしながら最後その青で守るみたいなので、そのトリコカラーね人気高かったからこの魔力めちゃめちゃ期待されてたんだけど、やっぱ当時のねこのトリコカラー好きは大体コントロールを組みたかったのよね。だからその赤の火力っていうのもその本体にぶつけたりもするけど、まあ、クリーチャーを焼きながらみたいなので、そうね、テクニカルに戦うのを好んでた人からしたらこのチャームは結構残念だったかもしれない。まあ、クリーチャー1匹をライブラリーのトップに置くっていう除去と、対戦相手1人に4点ダメージっていうのと短終了時まで、全体プラ1プラ1と半コンと、うん、多分ねこの全体プラ1半コンが当時のコントローラーのねなんかその思考に合わなかったんだと思うんだよな。1と半コンってなんだよみたいな、そんなクリーチャー並べねえよこのカラーはって思ってただろうけど、まあ蓋を開けてみたらねジェスカイチャームめちゃめちゃ強かったね。うん、なんかかなりねなんかこの時にねこのカラーのね見方変わったな。本当に当時はねずっとこのカラーはもうコントロール寄りのカラーと信じてたから、その白でまあリセット打ったりとか赤で小粒焼いたりみたいな、でその小粒も焼けるし、ミッドレンジみたいに並べて焼くこともできるし、で青でカウンターもできるからっていうので、本当コントロールのためのカラーだなと思ってたけど、まあ蓋を開けたらねもうタルキールはもう伝説の暴力派集団だったんで、もう宝船だったから、だからね宝船魔除ねかなり強かったね。うん、まあそんな感じでチャームの歴史を語ってみました。まあ当時やってたプレイヤーからしたらねいろいろ思い出すこととかもあって、なんかこういうことを語りたいなってのがあったら、まあ、コメントまでよろしくお願いします。まあそんな感じで今日のカード語りは以上で終わりたいと思います。でいよいよね明日からプレビューが始まるので、このニューカペナの街角のねカードがねもうガンガン公開されていくと思います。で、まあ、中にはその、まあ、ファイレクシア、ウラブラスクの公開もあるだろうし、で、まあ、期待されてる、まあ、エルズペスで、エルズペスの故郷らしいのよねニューカペナっていうのは。俺もてっきりアラアラのバントの生まれの人だと思ってたから結構意外だったんだけど、まあっていうのでそのペスのストーリーも明らかになっていくし、でペスが来たっていうことは前回そのペスのストーカーしてたアショクとかもやってくるかもしれないから、だからね何かとその既存のキャラクターの動きも楽しみだし、あと単純にまあボックストッパーっていうボックス買った時の得点がつくってさ、まあ、最初に告知されてたから、それが何かっていうのもおそらくまあ4月4日ぐらい8日か8日に公開されると思うので、まあ、その辺をね、まあ、みんなで見ながら、まあ、当チャンネルでもね新カード語りやっていくので、よかったらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それでは皆さん4月4日からの本格的なカードプレビューでまたお会いしましょう。さよなら。